スワローズ今年よく頑張ってますけれども、スワローズが強い理由は一つです。何？やっぱオスナ・サンタナでしょ。オスナ・サンタナが来る前っていうのは中村2番にしたり4番村上まで1番から4番まででなんとか点取って勝ちに行くっていう野球してたんですよ。だからちょっと5番以降弱くて、で村上ちょっと敬遠されたりとか勝負避けられたりとか、いや村上打つバッターが誰が行くかが勝負だよねって言われてたんですよね、前半っていうのは。でそこにオスナ・サンタナが来ることによって村上の後にオスナが打つことによって村上とも勝負しなきゃいけない。でしかも下位にサンタナがいる。サンタナもクリーンアップだったらそんな壊せないけど、あれ6番とか7番ぐらいにいると一発番で怖いんですよね。これによって薄かった下位打線の厚みが増す。で中村を無理に2番にしなくてもよくなったから下位打線の厚みも増す。そういうことによって打線が線としてつながるんですよ。これによってどっから始まっても得点力があるって爆発力ができたんですけど、課題があります。先発です。ここやっぱりね、この小川がねちょっとコロナ陽性になって最終節投げれなかったんで、最後ちょっとバタバタねしましたけど、巨人戦も打ち勝って勝ったじゃないですか。であとで、ね、高橋奎二がなんか素晴らしい人のアドバイスを奥さんから経由で言って、なんか見違えるようなピッチングしてすごい良くなったんだけど、その誰か忘れたけどすごいある人がなんか助言したらしいので、しかもその奥さんが言うにはすごいそれを真摯に聞いて取り組んでるらしいよって連絡ももらって、あそうなんだ、じゃあ結果出ればいいねって言ってたら、まあ、結果出たっていう、なんかすごい人がいるらしいんですよ。なんか里崎っていう。なんでなん、なんで奥さんつながってんの。僕あのともちんと YouTube でコラボしたんですよ。でそれでともちんがうちの旦那どうしたらいいですかって言われて、あのもうあのそんな四隅を狙ってカウントを悪くして取りに行ったらいつも打たれてるイメージだから、いい球投げるしもうちょっと甘めでいいから、どんどん自分の強い球投げていって、ストライク先行の中でそこから変化球を曲げたり、カウント良くなったらコースになったりする方が絶対タイプ的にスタイル的に合ってるから、あんまり四隅狙うと自分の良さ消すから、甘めでもいいから強い球投げて、でもそうなると打たれる可能性あるけどそれで勝負しないと良さ消えるからその方がいいよって言ってる。で、うん、そしたらね、その YouTube が流れる前にファームで7失点してたらしいんですよ。で流れてからめっちゃいい特急しだして、まあ僕のね言ったことが良かったのか悪かったのか、その通りしてるのか、尾花さんのおかげなのか分かんないですけど、まあいいきっかけになったんじゃないのかなと思って、なんかちょっとしたことなんでね、誰がいいとか誰が悪いじゃないんですよ。何が合うかを探さなきゃいけないんですよ、自分でね。だからそういったところがバチッとあったのかなっていうところでいい形になってるんですけど、やっぱこの先発ローテーションをしっかり頑張らないと、いい打線ある中抑えれないと。だからここ次第ですね、後半戦浮上できるかどうかは、この先発投手陣。その中で奥川がだいぶ独り立ちしてきたんじゃないですか。うん、そうですね、いい感じ。だから中今でも中投げましょうなんでね、ここら辺を投げましょうなんないで1週間ローテーションを守るぐらいになったらヤクルトも強くなるでしょうね。